ヒロミズムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介する作品はこちら、春にして君を思うです。1991年アイスランド、ドイツ、ノルウェーの合作映画です。監督はフリドリック・トール・フリドリクソン。あらすじを紹介します。主人公のゲイルは78歳の農夫。奥さんが亡くなって以来、老いた愛犬と二人きりの暮らしでした。ゲイルは町に住む娘夫婦を頼り家を出ます。荷物は奥さんの写真と古い時計だけ。はるばるたどり着いた娘の住む町。ところが娘の家族はとても冷ややかです。孫娘もあからさまに嫌悪感を表します。娘もよそよそしく。結局ゲイルは老人ホームのような施設へ入れられてしまいます。そこで出会ったのが故郷の幼馴染だったステラ。彼女もゲイルを覚えていました。故郷に帰りたいと何度も脱走しては施設に連れ戻されていたステラ。ゲイルはステラを連れて施設を脱走します。車を盗んで2人故郷を目指します。というのが大体のあらすじになります。まあ、奥さんが亡くなってずっと住んでた家をね、こう引き払って娘の家族を頼って街に出てくるっていうことなんですけど、ずっと一緒に暮らしていた犬がいるんですね。もうだいぶ年取ってる犬なんですけど、猟銃で自分で葬ってあげるっていうところから始まるんですよね。かなり衝撃的でした。この作品ね、びっくりするぐらいセリフが少ないです。とにかく静かに静かに流れていく、自然の圧倒的な美しさだったりとか、表情だったり、年老いた歩き方だったり、なんかそれだけでもう語る以上のストーリー感じさせます。とにかく最初から悲しくて寂しすぎて本当にかわいそうだったので、ステラが出てきてくれた時に、あ、すごい良かったなっていうふうに思ったんですよね。一人じゃなかったというか、ステラもまた同じように行き場のない寂しさだったり、ぶつけどころのない怒りだったり、そういうものを抱えていて、まあ、その二人が施設を抜けて旅に出る。これもまたロードムービーっていうんですかね。わかりやすくね、言葉で説明してくれる感じではないので、本とかで言うとこう小説を読んでるというよりは、こう 詩を読んでるような感じの作品だと思います。まあ、幻想的な撮り方をしてあるので、ストーリーはリアルなんだけど、なんか夢を見ているような、そんな感覚の作品だと思います。最後の自分の人生をどういうふうに終えるのかっていうのをちょっと考えさせられる。自分自身もそうだし、親だったりとかに対してもそうですよね。ちょっと思ったりしてしまいます。アマゾンが来ました。コロナウイルスが心配だったので、スプレー、抗菌のね、除菌シートですかね、ドアノブとかなんかそういうのやるだけでも違うって書いてあったので、怖い怖いと言っていてもしょうがないので、それぞれがね、自分自身でこう気をつけるしかないですよね。ね、気をつけていきましょう。じゃあ続けていきます。まだヒロミズチャンネルでは紹介してないんですけど、ベルリン天使の歌っていうドイツの映画があるんですよね。ビム・ベンダースっていう監督が撮っている作品なんですけど、今度ちゃんと紹介できたらいいなと思っていますが、それに主演で出ているブルーノ・ガンツっていう役者さんがいるんですね。その人が春にして君を思うの中にも同じ役柄で一瞬登場するんですよね。知らずにこれを見たので、ブルーノ・ガンツが出てきた時はびっくりしました。いろいろなことがそれによってわっとつながって、でたまりたまった涙が溢れた瞬間でもありましたね。とにかく言葉で説明するのは本当に難しい。みんなにこうおすすめできるかどうかって言ったら、こう微妙な作品ではあるんですけど、普段見ているものとはちょっと違うものが見たいなっていうか、こうちょっとマニアックで濃いものが見たいなとかって思ったら、ぜひトライしてみてもいいかもしれないです。ということで、ご紹介した作品は春にして君を思うでした。